ナーさん、収益制限を食らいました。アニビットが、はい、ついにアニビットがやらかしちまったわけですよ。私の言った通りじゃねえか。てか当たり前だろ。この前の配信でも言ったけど、最近のアニビットはエロすぎる。主にサムネイルが、そりゃあ YouTube さんもこのチャンネルエッチすぎる、あかんってなっちゃうよね。そもそもねるちゃんは清純さを売りにしてるのに、これとかこれとかあとこれも。だからねるちゃんが出るアニビットも赤版収益制限とは無縁だと思ってたのに、異論は認めない。でサムネイルにも書いた通り、このままじゃアニビットが引退なんだって。終わっちゃうんだって。やばいよこれは。だってねるちゃんがライブ実行した動画とか、メンヘラツイートしまくる動画とか、動物と間違われて檻にぶち込まれる動画とか、全部見てもらえなくなっちゃうんでしょ。そんなのやだ。茶番はここまで。今回皆さんにお願いがあります。2つあります。まず1つ目、アニビットを登録してやって。ご存知の通り、アニビットはエロサムネイルで堅実に再生数を稼ぎ、ちょっと調子に乗っていたら収益制限の制裁を食らいました。かわいそうじゃん。かわいそうだよな。何やってんだよアニビットは。ふざけんのアニビットは。この3位だから言うけど、なんだあの台本、アルコール100リットル飲んでから書いてんのか。それでしまいに収益制限だなんて、まったく。そんなお前らに最後のチャンスをやら、今から1ヶ月以内に登録者数が1万人増えなかったら、アニビットは私が潰す。はい、そして2つ目、実はこの動画には続きがあります。新しい言葉を覚えたガキのようにエロネタを連発するアニビット、ねるちゃんはもう許せない。なので私がプロデュースしてやりました。エロなんぞに頼らなくとも、知恵と勇気とほんの少しのひらめきで1000万再生だって余裕よ。ねるちゃんの企画をプロデュースした動画を絶対見ること、そしてアニビットを登録して情けをかけてやること。おいアニビットは、ここまで私がやってやったんだぞ。これで登録者数が目標に届かなかったら、身ぐるみ全部剥いで歩くエロサムネイルにしてやるからな。お前らのチャンネルの命もあと少しで。頑張って作ったんで、ほんま見てください。続きの動画、それでちょっとでもいいと思ったら登録してくれるだけでいいんで。以上。はい、続きはこちらから。見なかったら松田にまでストーカーします。